テンポドロームはベルリンにある会議、コンサート、スポーツなどの会場。イレーネ・モエシンジャーによって1980年にポツダム広場の西のベルリンの壁の隣に建てられた。その後何度かの移転を経て、現在はクロイツベルク地区内にある。看護師であったモエシンジャーは、父の遺産80万マルクを使ってサーカスのテントにテンポドロームを開設した。 資金はすぐに底をついたものの、その翌年に、ドイツ上院が、店舗ドロームの運営継続を支援することに合意した。最初の立地では騒音に対する苦情が寄せられたため、1985年に、ティーアガルテンに移転。その後連邦首相府の移転に伴い、現在の一置への移転計画が持ち上がった。2002年、旧アンハルターバーンホフ駅の跡地に竣工。 古い駅舎の一部は保存されたが、トレインシェッドは全体が取り壊され、大きなスペースが確保された。新しい店舗ドロームはこのスペースの中心に建てられ、駅舎との間には競技場が設けられた。一方、ラントベや運河に向かって緑度が広がっている。新しい建物は、ホンゲル館が代表を務める GMP が設計を手掛けた。フロアは、間取りは三つの公園スペース。 小規模なレストラン、オフィス、トイレがあり、境にはシーズン中はビアガーデンが開かれるウッドテラスになっている。二つのアリーナはどちらも円形で反響のための37メートルの鋼鉄とコンクリート製パネルの天井がある。大アリーナの席数は3800席。小アリーナは400席。三つ目のスペースはディックウィドレムと呼ばれる。 直径13メートルの円水プール。スピーカーが設置されており、耳でも楽しめる入浴体験ができる。12,500平方メートルの建物は、3,400万ドルという、当初予算の2倍の建設費用をかけ、2002年に、竣工した。予算超過をめぐるスキャンダルの結果、都市開発事業を主導していた、ピーター・ストラダー上院議員は辞任することとなった。 テンポドローム社は2005年に破産し、モエシンジャーは代表を辞任している。モエシンジャーと前任者のノルベルトホエールは横領の容疑で起訴されたが2008年に無罪判決を受けた。現在、テンポドロームは2010年4月に低等流れの恐れからランデスバンクベルリンから経営が移されたブレマー KPS グループによって運営されている。ありがとうございます。